連合軍の活躍によりゼウスは復活、全世界を救う道筋がおぼろげながら見えてきた。オロチを倒し、彼の力が込められた腕輪でオーディンを撃つ。そのためにはゼウスの武器ケラウノスが必要だった。連合軍はケラウノスを奪ったロキのもとに向かう。ロキ、かつてのペルセウスに真田幸村は未だ遊戯を感じていた。だが手を抜くことはない。譲れぬ信念のため幸村はロキとの戦いを決意する。幸村、お前はロキを友と呼んでいたな。今もその思いに変わりはないのか。はい、ペルセウス殿として過ごした時間のすべてが偽りだったとはどうしても思えません。戦いの中で芽生えた信頼感も、時折見せられた悔しげな表情も、ロキ殿としての真実があったと信じています。ほう、その友を討つことにためらいはないのか。譲れぬ信念があればぶつかり合うのは必要。友であればこそ私の信念を伝え、またロキ殿のお覚悟を図りたいのです。なるほど、幸村、お前は本当に強いのだな。兄として誇らしい。おたくらの戦いはただの一対一じゃない。熱い信念と世の太平がかかってるってことか。ロキもそういう思いだといいんだけどね。良いのです、私が伝えたいだけですから。では参りましょう、ゼウス殿の武器を取り戻すために。ケラウノスを取り返しに来たからだ。全軍迎え撃て。ドクター、またしてもあなたと我が闘志受け止めていただきます。もう苦しい。敵の構えどこかで見たな。私の出番。信玄謙信の戦略で腕輪を奪われた時と同じだね。全く同じ布陣？それじゃあ策は突き抜けだけど。カンデーガン、そういうことか。となれば宗則さんは南から進んでください。あ、例によって伏兵がいるからご用心。伏兵がいるねえ、先に言われたんじゃ手が締まらないよ。ここで決める。お次は俺たちが伏兵に気を取られてる間に別方向から本陣へ奇襲ってことね。ってなわけで敵の奇襲部隊を待ち伏せします。千葉城さん、兵を伏せて待機してて。ああ、わかった。果樹、当該、行くぞ。さあ、これでどう？官兵衛殿の誘導にはきっちり乗ってあげないとね。まんまとここを通ったか。慌てふためくがいい。おっと、こいつはびっくりだ。なんて、しらじらしかったかね。なに、はい、伏兵を見抜いていたか。はい、敵が伏兵に気を取られた隙に本陣を突く。別動隊出よ。はーい、別動隊行ってくるわね。はいはい、予想通りの伏兵と奇襲。しかも兵の数が随分少ないな。勝つ気なしというより俺たちに勝たせようとしてるって感じだよね。お見事。
よう、奇襲ご苦労さん。せっかくだが邪魔させてもらうぜ。はあ、どういうことよ。ちょっと勘弁さん、副兵いるんですけど。なんてね、私もそれなりに頭はいいのよ。兵士も多めに連れてきちゃってるし。うわ、思ってたより大群。お願い、手を貸してあげて。ダキちゃんが大変や。うちが手貸したる。待っとってや。手のかかる女だ。だがここで恩を売っておくのも悪くない。北と南の戦線はこっちが優勢、残るは中央。でも真田兄弟に任せておけば心配なしと。我ら兄弟の絆で敵を打ち払ってみせましょう。また一緒にダッキちゃん助けてくれてよ。おきに正体のおっちゃん案外優しいんやな。私はおっちゃんではない。それと恩を売るのは芝生殿へだ。うちを騙したんか。こんな痛いけな子。鬼悪魔、私の出番か。紹介にしてはやるな。これで邪魔な奴らを消しやすくなった。あんた裏切り者の果樹さん、覚悟はいい？こう見えて私注文深いの。奇遇だな。俺も同じだ。今までこき使ってくれた礼にさせてもらうぞ。願えたかしょ、あいやつを粉砕してやれ。粉々に噛み砕いてやる。いやはや、惚れ惚れします。敵は我らの策を防ぐため兵を割いた。本陣の守りが薄い今が好機。なになに、本陣を攻めりゃいいってこと？じゃあ行ってくるぜ。思いっきり行くわよ。行くぞ、雪村。兄上、真田の戦我らで示しましょう。紹介殿、ご無事か。任せるよ。あなたに助けられた。いえ、礼は言いますよ。一応孫悟空が敗れては我らに道はなし。清盛殿、派生に行かなくてもよろしい。いや、戦勝戦さすがは君。いや、少し甘く見すぎた。官兵衛殿、気づかれちゃったか。じゃあ全軍中央の敵へ進軍開始。見事なご活躍です。史上覚えているか。以前もここで戦ったな。そうだな、けど今度はお前が味方にいる。こりゃ楽できそうだ。私の出番だ。
負けぬぞ。雪村、感服いたします。してくれる。俺と遊んでくれんのかい。金属器の湯気見せてあげるわ。手並みであられ自分も使命を全うせろ。炎症陣行くぞ。任せて。足を引っ張っていないから不安だったな。見事な手並みであられ自分の使命を全うせん。
を狙っていたとは。紹介よくぞ辛い任務に耐え抜かれた。まあ私にとっては大したことはありません。面倒だ。芝生殿、ボーンが売れたらしい。清盛の部隊は壊滅したようだ。これが人間の力だ。もはや戦いを避けることはできないな。そろそろ本気で勝負と行こうか。ロキ殿、参ります。任せるよ。ロキ殿は、もうこれ私たちを裏切ってでも貫かねばならぬ思い。我らの友情はもっと深いところにある。刃を交えようと断ち切れぬ絆があると信じている。行くぞ。ここで決める。官兵衛殿、全部お宅の筋書き通りかい。軍師ってのは怖いもんだね。兵のような人間こそ読みづらく怖いぞ。また味方となれて安堵して。雨土の力よ、炎照神。
駆け引きの妙見せてやろう。撤退するほかない。なかなかやりますな。ここで決める。培ってきた武勇見せてやる。俺が行くしかねえな。行くぞ。勝負だ。神通力味わえよ。私は君を裏切る。お願い。始まりました。恨んでいるだろう。敵将撃ち取って。いいえ、です。はい、こちらにも譲れない信念があります。はい、刃を交わさざるを得ないのであれば、友として私が戦いたいのです。その行為、見事と言えましょう。さあ参れ。遠慮はいらんぞ。せつれ。やっほー。もうくれっしゃ。私の出番か。いや、その調子、その調子。私も出る。私では勝負にならん。私の出番か。ここまで戦うとは驚いたな。次に会う時までその命預けておこう。潔く負けを認めよう。望みのものはここだ。これはゼウス殿の武器、ロキ殿。雪村、ロキと刃を交わしてみてどうだった？強い願いと、そして迷いを感じました。ご自身でもそれに戸惑っているような。ロキ殿はかつてある方への復讐を望んでいるとおっしゃっていました。そしてそれはオーディン降臨の先にあると。ふん、このまま行けば全てが滅びる。確かにその復讐相手とやらも消えるかもしれぬが、あまりにも非効率だな。そんなことのために人の栄達の道を途絶えさせないでもらいたいものだ。紹介、ご苦労だったな。おかげで助かったぜ。あれぐらい私にとっては大したことではありませんが、まあこの正式の有能さは覚えておいてください。官兵衛殿、やっとこっちに来てくれたね。実は本気であっちについてるんじゃないかなって思っちゃった。バカなこと。ま、長い間お疲れ様。これからは世界を救うために一緒に戦おう。
私は選ばれた人間、少式だ。火種は絶やさねば。言って安心したわ。わしのケラウノスを取り戻してくれて感謝するぞ。やはりお前たちの力と知恵は素晴らしい。神を討つ準備は整った。だがその前に魔王を討たねばならぬな。オロチね、倒すのに異論はありませんが、一体どこにいるって言うんです？破壊神の元へ向かえ。さすれば奴も現れん。オロチは己を滅ぼす強者を求めている。もう一人の自分である破壊神に挑むか、もしくはそれを倒した者と戦おうとするはず。破壊神を倒せばユグドラシルの生成も阻止できる。試してみる価値はありそうだな。よろしく頼むぞ、オロチ。またお主と戦うことになるとはの。